ウィルパ・パデューは、フロリダ州メルボルン出身の元、プロバスケットボール選手。NBA のシカゴブルズ、サンアントニオスパーズで4度のチャンピオンに輝いている。現在は、コムキャストスポーツのシカゴ地区で解説者を務めている。バンダービルト大学在学中の1988年には、サウスイースタンカンファレンスのバスケットボール年間、最優秀選手となったばかりでなく、 最優秀男子運動選手に選出されている。1988年の NBA ドラフトで全体11番目にシカゴブルズに指名されて入団、NBA に在籍した13年間で通算1試合平均4.7得点、4.9リバウンドの数字を残した。ブルズで NBA ファイナル3連覇を味わった後、1995年にデニス・ロットマンとのトレードで、 サイアントニオスパーズに移籍した。そして1999年のファイナルで4度目の優勝を経験した。1999年8月にフリーエージェントだったパデューはブルズと契約67試合中15試合には先発出場1試合平均2.5得点3.9リバウンドをマークした。翌シーズンにはポートランドトレイルブレイザーズと契約 13試合に1試合平均4.5分、出場し1.3得点、1.4リバウンドの成績を残した。翌シーズンの開幕前にロサンゼルスクリッパーズにトレードされるが、即日に解雇され引退した。ありがとうございます。